症状媒は、ハエ目、症状媒科に属するハエの総称である。科学の分野では、その一種である黄色症状媒のことをこう呼ぶことが多い。この種に関しては、非常に多くの分野での研究が行われているが、それらに関しては、黄色症状媒の項を参照。本項ではこの科全般を扱う。症状媒の和名は、 代表的な種が赤い目を持つことや酒に好んで集まることから、顔の赤い酒のみの妖怪、症状にちなんで名付けられた。日本では、俗にコバエやスバエなどとも呼ばれる。学名のドロサーアフィラは、湿気、ロウ好むというギリシャ語、デルタロウシグマファイオタラムダアルファにちなんむ。これは、ドイツ語での通称が、ロバエを意味する、トウフリーガンであることによる。英語では、俗に、 フルーツフライ、ビネガーフライ、ワインフライなどと呼ばれる。症状媒家には3000を超える種が記載されている。症状媒属は17属族に分類され、日本には7属族が生息する。多くの種は、体長3ミリメートル前後と小さく、自然界では熟した果物類や樹液及びそこに、生育する天然の酵母を食料とする。酵母は、 果実や樹液を代謝して、アルコール発酵を行うため、症状媒は酒や酢に誘引されると考えられる。大半の種は、糞便や、腐敗動物質といったタイプの汚物には接触しない、ため、病原菌の媒体になることはない。黄色症状媒の成虫、症状媒属は17属族に分類され、日本には7属族が生息する。以下に、日本で見られるものについて示す。 スターティバントは、アゾクをドロサーフィラのアナグラムで命名した。2017年8月、症状梅に青い光を当てると死ぬ原因を日本人の高校生が解明した。青い光を当てると症状梅の体内の活性酸素が細胞を傷つける酸化ストレスが強まり、細胞が自ら死ぬアポトーシスを促すことが原因とされる。 はえ、青い光を当てるとなぜ死ぬ山梨の高校生が解明。朝日新聞デジタル。https, w w w a s a h i c o m articles, askqg3 回4 m k 9レ0 1 h t m l 2 0 2 0年2月23日、閲覧。ありがとうございます。